こんにちは。バリ島ウブド発オリジナルバック指示の生島です。今日はサバイバルインドネシア語ミニの7トゥジュクトゥジュでございます。インドネシア語で7はトゥジューですからね、覚えててください。今日はですね、ここにざっとこういう風になりますけれども、一体何をするんですかというと、なんとコーヒーを入れてみたいと思います。サバイバルインドネシア語だけありますね、単語だけじゃないですよ、コーヒーも入れちゃいます。まあそのコーヒー、なんでそんなことするのっていうのはちょっと後で話していきましょうね。今日コーヒーを入れていくところで出てくる単語はこれらです。数字ですね、1、2、3と書いてあります。サトゥ、ドゥア、ティガ、まあ、いろいろこの後、ウンパ、リマ、ナムトジュ続くんですけれども、今日はサトゥ、ドゥア、ティガね。ちなみにドゥアまでしか使わないんですけど、まあ、サトゥ、ドゥア、ティガでいきましょう。あとコピーですね、コーヒーです。ハ行がね、なかなかインドネシアの人難しいですね。コーヒーがコーヒー、コーピーなりますね、コピーとなります。写真もフォトがポトとかなったりするんですね、かわいいですね、コピーでございます。でお砂糖、それコーヒーね。でグラ、砂糖のことはグラと言います。でその下最後ですね、スス、ミルクでございます。牛乳のことススと言います。かわいいですね。では早速入れていきましょう。ですね、なんでこんな入れ方をわざわざするのかなというと、私たちなかなかね、ローカルの人を逆に招いてね、作ることないと思うんですけれども、ローカルの人、インドネシアの人がお家に来たりですね、入れる機会があったらね、こうやって入れれるとスマートでございます。これはですね、コーヒーの豆を細かく、エスプレッソなんかより超細かく挽いた、要はね、こちらにはコピバリの粉とか言われますけども、ブブックコピーですね。これをですね、こう軽く、カップの大きさにもよりますけど、こういうですね、大盛り大盛りでこれぐらいでまず入れます。それに対してローカルの人の、やっぱね、甘いの好きですね、これと同じぐらいの量をですね、2杯ほど入れましょう。もちろん3杯の人もいればですね、今時の人は無糖でお願いします、砂糖入れずにという人もいるんですけれども、これにですね、よ蓋押さえんで大丈夫だから、こう混ぜていきますね。でね、なぜか知らないんですけど、お湯少なめですよね、こっちの人は。カップの6分目ぐらいしか入れないですね。なんででしょうね、あれ。で、こうして、この細かい粉が沈むのを待って、上澄みを飲むというのが、コピーバリスタイルと言われる、ものでございます。最近ね、おしゃれなカフェが増えてて、豆から引いてカプチーノとかしてますけど、大体こんな感じです。さっきも勉強したススですね。それで、入れる人ほとんどいないです。なので、ローカルの人が来たらですね、コーヒー豆の粉1杯に対して砂糖2杯。これがバリの今の、標準かと思いますけれども、出来上がりです。いかがでしょうか。こんな感じですね。最近の人ね、砂糖入れない人もいますから、砂糖どうするなんて聞いて、砂糖なしで後からこういう風に出してもいいかもしれませんね。そんな感じで、今日はちょっと長くなったかな、そんな感じで、終わりたいと思います。では美味しそうなケーキと一緒にいただきたいと思います。何、ね、ケーキちょうだい。ケーキはなんて、ケーキクエね、クエはなんてドル。それではまた。